彗星 A は日本の宇宙科学研究所が打ち上げた2期目の宇宙探査機である。1985年8月19日に鹿児島宇宙空間観測所から M-3SII ロケットに合気で打ち上げられた。彗星 A は先立って打ち上げられていた探査機先駆けとともにハレー彗星の国際協力探査計画に参加し、 太陽風とハレー彗星の大気との相互作用を観測したり、紫外線で彗星のコマを撮像することを目的としていた。1985年11月14日に彗星は真空紫外撮像装置を用いて、ハレー彗星のコマの水素リアルファ気線による像を初めて撮影した。この像の観測からコマの明るさが規則的に変更していることが明らかとなり、 変更周期から核の時点周期が2.2プラスマイナス0.1かと推定された。1986年3月8日にハレー彗星に14万 5000km の距離まで再接近し、彗星付近の太陽風の観測を行った。この時予期せぬ姿勢変化があり、接近の前後2回にわたって大きな衝撃が加えられていることが判明した。1回目は、 最接近12分前、ハレー彗星からの距離は16万キロメートル。2回目は最接近20分後、距離は17万5000キロメートルだった。データ解析の結来、ハレーの核の方向から何者かが飛んできて、彗星の下部に衝突したという結論になった。1991年2月22日に、軌道修正用の燃料がなくなり、 同年8月20日の地球スイングバイ後に運用を終了した。ありがとうございます。